はい、パーツ芝です。チャンネル登録者数が1433。ありがとうございます。本当みんなこれ見てくれて、僕のチャンネルに来てくれて、で登録してくれてるのがね、分かります。数字を見て本当ありがとうございます。今ね、もし初めてこの僕のチャンネルにね、今来てくれた皆様、どうぞ登録してくれると嬉しいです。はい。歌う振付師パーツ石破です。2024年11月の今日は19火曜日、夜の9時でございます。はい。今日何の話しようかなと思うんですけど、やっぱり最近はあれだな、トランプに続き、斉藤知事のね、再選ということで、テレビといういわばオールドメディア、SNS というニューメディアね、で、どっちがどうなんだという今話になってますけどね。どの媒体も、例えば誘導的なものもあると思うしね。それはテレビだってそうだし、 SNS だってそう、真実もあればフェイクもあるじゃない。なので、大事なことはいろんな情報を自分で、多方面からチョイスして、で、自分で判断するっていう、そうしていかなきゃいけない時代なんだなーっていうのはね、思いますね。みんながそうだからこうとか、テレビがそう言ったからこうとか、SNS でこれがいっぱい流れてきてるからそうだとか、そういったことではなくだよね。やっぱり自分で、判断する力とか、見極める力っていうものが必要だなーって思いますね。あとはもしかその自分がすごく信頼してる方とかね、あとは好きな方でもいいと思うんだけど、そういう方の発言を信じるということも別にいいわけですしね。自分が信じてる人とか、参考にしてる人、尊敬してる人とか、特にね、そういうふうに思いますけれども。はい。さて、本題というかね、今日は何の話しようかなと思うんですけど、裏方表方の話をしようかなと。あ、そうだ、その前にね、12月の7日の PMC のワンマンライブなんですけど、予約も増えてきてます。ありがとうございます。なのでね、まだご予約されてない方、迷ってる方、どうぞ予約してくれると嬉しいです。そして、パーツ石破ファンはね、ぜひお願いします。来てください。はい。で、予約フォームで、予約して、チェックボックスでパーツ石破のとこに、チェックしてくれると嬉しいです。チェックかボタンかちょっと分かんないですけど、そういう項目あると思いますので、パーツ石破にするのかな、あると思いますので、よろしくお願いします。あとね、12月の26日にね、人形ロボットの僕ワークショップするよって、告知したんですけど、早速1名まずご予約いただきました。全然先の12月のね、末の話なんですけど、嬉しいですね。ぜひね、僕がね、いろいろ教えますので、最近レッスンもやってないから貴重ですよ。ぜひ僕のね、人形ぶりとか、ロボット、アンドロイド的な動きはね、丁寧に教えるんで、ぜひ来てください。はい。じゃあ話戻りたいと思いますけど、その表方裏方の話をしようかなと思って、今、僕は表方の方が多いんですけれども、振り付けというね、メディアの振り付けという仕事はもちろんしてるんですけど、今自分でステージ立ってる数が多いんでね、結構表方な、
年が続いてると。これね、僕ね、今55になったけど、50歳の時から、切り替えて、自分がプレイヤーとして主役として活動を増やしてるのね。で、それはまあきっかけはその50歳になった時に生誕半世紀感謝祭みたいな生誕ライブ50の時初めてやったの。その時に300人弱かな、250、260名の方がね来てくれて、で僕のそのこうなんだろう舞台で、僕自身がその裏方ではなくパフォーマンスしてるのをね見てね、すごいみんな喜んでくれて、ああこれはまだまだ僕表舞台に立たなきゃなと思って、そこから自分が主役で立とうと思ってやり始めたんだけど、じゃあその前はというと完全に演出振付家というね肩書きでやってました。はい、要するにその舞台の演出振付ですね、作品作り、僕がその舞台に立つわけではなくて、それはねメディア、まあ、よくゲストで呼ばれテレビ呼ばれることはあったんだけど、基本的にはそのテレビ番組のコーナーとかもそうですし、裏方の方をに徹してました僕で、まあ、自分でもそのそれがいつぐらいからかというと、2014年ぐらいからが本格的に演出振付家としてです。2014年に僕がパフォーマーパーツからパーツ石場に切り替わってるんで、でその2014年っていうのが結構自分が表に出てるのと振付業とかそういった裏方の仕事のが逆転した時の年なの。なのでパフォーマーパーツから、パーツ石場に変わったっていうのはその時期なの、うん、でとすると2014年より前は名前がパフォーマーパーツで、要するにそのホコタテとか出てたりとかしてたからねバリバリのストリートパフォーマーだったっていうことなの。でね、なのでその自分がその表方の時代、次に裏方の方の時代、そして今のまた表方の時代っていうのが割とその5年5、6年周期っていうかなの。でもそれはその長い僕のアーティスト人生で考えたら、そのなんか5、6年って長い感じもするけど、そんなこともなくて、こうコンスタントに、自分で切り替えて、でもそれが最終的に一つのものになるわけだから、要するにその自分の中でのものなので、それでいいわけなの、自分のこの人生アーティスト設計図には。でね、その20代頭からはブレイクダンサーとしてストリートパフォーマー始めて、パントマイムもそこで取り入れてまあやってきてるんだけど、で途中でこうダンスチームを作ったり、僕がリーダーでね、でこうやっていくうちに、やっぱりこう複数の人間で一つの作品を作っていくっていうのがやっぱり楽しいなと思うようになってきて、でそこでああそうかと思って劇団を作ろうと。その劇団もストレートプレイ、いわゆるそのセリフ劇を僕がやるわけではないので、身体表現家なので、じゃあその身体表現だけでこう展開していく団体を作ろうという。でもそれが本当にこう劇団としての形式を持った身体表現家の集まりっていうの。で、最初に作ったのがやっぱり僕はその人形ぶりって、まずやっぱり仮面して人形のように動くっていう人をやってるのほとんどいなかったんで、っていうかいなかったんで、まあ、そういう団体を作って、で生演奏、ピアノ、バイオリン、ドラム、カホン、といった音楽家たちも入れて、
まあ団体、劇団東京人形屋っていうのを作りまして、でそれからまあその劇団東京人形屋やって夜なんだけど、人形屋っていうぐらいなんで人形がメインの団体なんですけど、でもこうやっぱりどんどん進化するじゃないですか。で僕もやりたいことがどんどん変わっていくの でよりこう何でしょうかね、あの仮面のものもあるんだけど、そうじゃなく、よりこう身体で表現していきたい、美術的なことから学んだ表現方法とか取り入れたいとか、そういった世界観のものを作ろうっていうのがあって、で今度はパーツパフォーミングアーツっていう団体に変わっていくわけ、でまあその頃がね、やっぱりこう劇場公演で600名とか、ね、下北沢タウンホールとかも、ね、お客さん来てくれたりとかして、非常に舞台に力入れてる年でしたね。その頃宝塚歌劇団のね、月組の作品も振り付けで入ったりとかして、まあ、とにかくもう舞台も舞台しかないってぐらいやってましたね。まあテレビ CM の振り付けとかもちろんそれはそれであるので、その頃はだから僕はめっきりこう裏方として頑張ってる時でしたね。でね、今まあ、50歳の生誕ライブから、また自分がこう主役を張るということでやってきて、で、まあ、表現図を作って、で3人でパントマイムユニットで活動し、そして今年になってからは、てか去年、まあ、2年前ぐらいから僕も今度歌を始めて、でこのなぜ歌を始めたというのは、こう歌と身体表現を合わせたミュージックサーカスというものを構想があって、で、まあ、それに向けてやってきたという、それがで、それが今に至るわけ、でね、それは順調に今やれてる、なので2020でそのいろんなことをできる僕がいて、まあ、いろんなことって言ってもあれですよ、その身体表現っていうか、僕の中でのその、ダンスとパントマイムと、まあ、ラップと歌、あくまでその僕のまだ世界だけの中でだけどね、そんな中でこういろんなことやってきてて、で、それをね、今度裏方とか表方とか、あとはダンス、マイム、歌、これね、バランスよくやりたいなっていうのがね、2025年かな。で、ソロの活動、団体の活動って、まあ例えば団体の活動は PMC みんな知ってくれてるけど、まあその中には表現図のメンバーもいて、まあその表現図っていうのがもう3人、僕入れて3人の、まあ、ティンクルコーポレーションという事務所に入ってる、まあ、絆の深い3人 でそこに、PMC のメンバー、まあ、僕の何でしょう、サポートメンバーとして、集まってくれてね、でもう一つその表現図と同じように、重要になってくるのが、リックの存在ね。リックはだから僕の音楽の本当に相棒なんで、といった、まあ、その団体の活動っていうのがある、でこれはね、今の調子でとてもいいと思うので、そのままやりつつ、僕のソロ、僕はやっぱヘブンアーティスト東京という、今年の10月の時に僕は一人で歌って踊ってやったんですけど、やっぱりこう魂がね違うよね、もちろん全員でやってる時の楽しさはもちろんすごく楽しくていい、だから一人の時って僕やっぱ一人で今までのこう37年間、まあ、18から道端で踊って稼いで、そこからプロですから、そこから30年7年間のやっぱり重みっていうのがね、一人でやるとやっぱりこう感じられて、
で、これはやっぱりそのやらなきゃなっていうのはね、思った。もっと突き詰められるし、やっぱり歌いながらもっと踊った方がいいし、その体力や肺活量をつけなきゃいけないしとか、歌は当たり前だけどもっと上手くならなきゃいけない。なのでね、そういったねことをやる。まあ2025年それも大変だけどね、やると。で、PMC 表現するやると。で、ここでもう一つ、僕ね やっぱり今のところ全部表方の話でしょ。で、CM とかの振付業ね、それはもちろんもう当然だから、まあ、そこがメインじゃメインだからね、僕の肩書きの一番上にあるものなんで、振付師っていうのはもちろんなんだけど、僕の作品で「クラフト」っていう作品があって、それはまあ10名ちょっとで作る世界観の話なんだけど、その後に「太陽につながった海」という作品を作って、で非常にジャンルはまあ僕は抽象的なマイムって思ってるんですけど、ダンスとも取れるけど、でもその抽象的ではあるんだけど、しっかりとしたこう筋書きやがあって、表現もいわゆるシュルレアリスム風だったりはの部分もあれば、すごくこうグッとレアリスムで見せたりとか、でも象徴主義だったりとか、なので非常にこう、マイムの抽象的な演劇っていうふうに僕は位置づけてるんだけどね。で、やっぱりそういったものが好きで作品作るの。例えば、クラフトはやっぱりこう自然とか生命っていうものをこう表現したし、逆に太陽とつながった海はもう神秘的なもの、象徴主義的な表現、そういったものを作って。だから見てて、これは何だろうっていう思うところもあれば、これはこうだよねみたいなものがあったりとかする。まあ、そういったものを作ったりとかしたんだけど、だからまた演出振付家として、そろそろそういうのも一本作りたいかなとかっていうのはね、ちょっと思ってきた。オーディションしてキャストは、まあ来週ね、うちの事務所の社長とマネージャーとまた会うんでね、まあ、そんな感じの話もちょっとしてみようかなとは思うんだけど、なのでそういったもの、裏方として演出家振付師としての、複数名での幻想的な世界の舞台作品、PMC のね、ノリノリの楽しい、みんなが楽しめるライブ、そして僕ソロ、歌とラップとダンスとマイムの全てをこう出す。僕のステージっていうものをね、やりたいなってとか考えてます。YouTube もね、今1433名毎日増えてってね、嬉しいですよ本当に。なんかショートとか、やっぱダンスのとかライブのやつはね、回転数も結構多いんですけど、この話してるのはまだね、全然そこまでではないんだけど、でも多分その回転数と人数、見てくれてる人の数なんだろうなっていうのが想像できて、
こんだけの方が僕の話を聞いてくれてるっていうのは非常に嬉しいから、このトーク、ほぼ毎日パーティシバ的なね、これは続けていきたいなと思ってます。といったわけでチャンネル登録してくださいね。あとパーツファンの皆様頑張るんで応援してください。黒い服どうでしょうか。黒眼鏡と黒い服で決まってるかな。カラフルな服の僕もいいけど、やっぱり黒の僕ってかっこいいよね。はい、パーツ一番でした。バイバイ。